年間超数ギガ学園。私ギガ山うさぎ子16歳、私立超数ギガ学園に通う高校生よ。みんなおはよう。おはよう。今日転校生が来るらしいわよ。金光観光、転校生の猿川エテコーくんだ。キャー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 、ワイルドで素敵。そうかな。そうよ、クラスの男子に比べて猿っぽくて素敵じゃない。キャー、こっちに来たわ。久しぶり、ウサギ子。誰？わわわわ、昔の面影。10年前、俺日光に引っ越すんだ。待て待て、わわわわ、あの時引っ越した幼馴染のエテコ。わわわわわわわ、恋の猿山登頂しちゃうよ。次の日、転校生のダヴィンチくんだ。キャー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 、リアルで素敵。そうかな。そうよ、クラスの男子に比べて写実的で解剖学に基づいてるじゃない。キャー、回転しながらこっちに来たわ。久しぶり、ウサギ子。誰？わわわわ、昔の面影。10年前、俺フィレンツェに引っ越すんだ。ルネサンスを学んでこいや。わわわ、あの時イタリアに行ったレオナルド。わわわわわわわ、ルネサンスの風が彼を開放的に変えたのね。次の日、転校生のゲルニカの皆さんだ。キャー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 、現代的で素敵。そうかな。そうよ、クラスの男子に比べて前衛的で抽象的じゃない。キャー、馬の部分だけ飛び出してこっちに来たわ。久しぶり、ウサギ子。誰？わわわわ、昔の面影。10年前、戦争の愚かさを表現してぞ。キュビズムって知っとる？わわわ、あの時引っ越したピカソ・パブロ。わわわわわわ、すっかりゲルニカしたのね。次の日、転校生のエッシャーの鳥だ。キャー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 、幾何学的で素敵。そうかな。そうよ、クラスの男子に比べて非ユークリッド幾何学的でモジュール化されてるじゃない。キャー、タイリングという手法を使ってこっちに来たわ。久しぶり、ウサギ子。誰？わわわわ、昔の面影。10年前、逃げろ。待て待て、逃げろ。待て待て、永遠に下り続ける階段。逃げろ、待て待て、逃げろ、待て待て、カラス。逃げろ、待て待て、からのハト。わわわわ、あの時、騙し絵の世界に迷い込んで輪廻した元カエル。次の日、転校生の普通科高校から来たただのウサギだ。キャーキャーキャー、普通で素敵。そうかな。そうよ、クラスの男子に比べて普通じゃない。わわわわわわわ、生き物係決めます。あらさー。